第6回スーパーロボット対戦アルファ外伝実況プレイ開始していきましょう。今回からですね、プレステ3でね、プレイをしてますんで、前回と資金が違ったりとか、ですね、強化パーツが違ったりとかっていうのが実はあったりしますが、画質が綺麗になったので許してくださいね。スパムアーマー着てなかったりもありますし、ですね、デュアルセンサーが1個ないとかじゃなかった、あったな、なんかね、1個パーツが取られちゃったんですよね。そうそう、ヘビーアームズ、ヘビーアームズハイブリッドアーマー、デュアルセンサーはなくていいかな。ソーラーパネルはウィングゼロに欲しいね。やっぱウィングゼロカスタムか。ウィングゼロとウィングゼロカスタムは違うからちゃんと気をつけましょうね。デスサイズヘルカスタムにはブースターをつけておきましょう。足が速い方がいいと思いますんで。サンドロックの硬さがやばい。ヘビーアームズと同じ硬さっていうのは多分ありえないと思うんだけどな。まあいいや。あれ、ソーラーパネルウィングゼロつけて、あれ、なんでデュアルセンサーつけてんの。違う違う、ソーラーパネルをつけたいんですよ。デュアルセンサーは誰につけとこうか。あ、そう、ルールかの、ルーさんね、ちょっと弱いんで、逆になってもらいましょう。ガンダムマーク2は、あれ、ガンダムマーク2は、ああ、スーパーガンダムであれしてるんだ。じゃないじゃない。フォーさんのガンダムマーク2と、ね、フォーさんがスーパーガンダム乗って、ルーさんが G ディフェンサーに乗らないかね。はい、それでは次のマップへ行きましょう。第6話、情け無用の J9 やっていきましょう。ですね、今回の目的は、4ターン以内に敵基地の特定ポイントへ味方ユニットを、ここかな、到着させるんですけど、一回も戦闘せずに到着させると、熟練度ポイントがゲットできるので、一回も戦わせずに行きましょう。で、ハロで偵察するといいよって、いう風にやってましたんで、ハロで偵察をしていきましょうね。熟練度が欲しいんでね。ザメルがめちゃくちゃ邪魔。ビームカノンが5個。2から8、1、8まである。8。ここか。ここがいける。ここがいけるけど、誰か届く。あ、届くね。3、4、5。ここだね。ここで、1、2、3、4、5。いけるね。でも、この次がなさそうだよね。まあ、いっか。ポーラスの方がよく、いや、移動力なので、テータの方が飛べるよね。ちょっと下手に動くとダメそうなので、これでどうですかね。はい、あと3ターン以内。ゼータ自体は、一歩足りねえけど。3、4、5。3、4、5。
ここはここか、ここだな。多分ここで大丈夫でしょう。オッケーオッケー。あ、ちなみにですがね、ディスクは買い直しました。傷ついてたので、傷ついてないっていうやつを、まあ某楽天さんで買いました。研磨済みっていうやつを。まあそこ、まあやっぱ中古なんでそれなりなんですけど、まあ固まらないかろうというような感じですね。よし、じゃあ、いきますかね。はい、はい、熟練度ゲット。オッケー。突然、センサーをかく乱していたらしく。ほう。あら。ブランさんとか出てくる。あ、出てくるの。あ、ジムクエルじゃん。あー、ブライサンダーかな？ブライサンダーだっけ？あ、バンドドッグだ。へぇ。お待ちさん、かわいい。アムロ、全員の修正は？アムロがいる。へぇー。そう、ブライサンダーよね、ブライサンダー。ブライシンクロンだ。はい、多分著作権の関係上ムービーはカットしないといけないと思うので、カットさせていただきました。 J9 シリーズですね。ブライが来ましたね。車が変わるっていうのすごいよねーっていう形なんですけど、アルファガイデンをやるにあたって、あれ、やっぱしね、このブライガーを使いたいっていうのも出てくるんじゃないかなと思います。このアルファガイデンが好きな人とか、ね。その命令を聞く必要はない。やったー。私とエマチュイがあえてお面をかぶってきたのは、すべてこの時のため。今こそ。それを返上させてもらおう。よーし。クワトロもタイもエマさんも、復活、実質復活ですね。こっち側の人間に戻ってきました。こっち側の人間という言い方。百式はやっぱ弱いねー。クワトロさん自体はめちゃくちゃ強いんだけど、複式はちょっときついね。あと、個人的にはガンダムマーク2は黒い方が好きです。はい、まあ、ここに白い方のガンダムマーク2が実質いるんですけど、まあ、白の方が綺麗に描かれてるかな。あと、このヘルメットかぶったフォームラサメは超可愛い。まあ、ヘルメットかぶってなくても可愛いって言われたら可愛いんですけど、それはみんなが認めているところだと思います。はい、さてどん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 戦っていきましょう。ザメルは多分落とせないと思うんで、メガ粒子砲でマーベットさん撃っちゃってください。あー、いいダメージって言いたかったけど、そんなにダメージ入んないな。普通にザメルが硬いですね。まあ、リンフォースできる限り突っ込ませて、フッ素さん動かしてもダメなのっていうところですな。ビームガン、きついな。レベルが低いとどうしても当たりやすいっていう傾向にはあるんですけど、それでもちょっときついですね。未改造で 65% は、集中使って 30% 超えるのはちょっと嬉しくないですね。
ホーラスは正直ヒーローとか乗せた方が強いとかがあったんでしたっけ？あんま覚えてないんですね、実際。まあでも、思った以上に、っていうかザメルが強いんだな。思った以上にザメルが当ててくるな、これ。全然強いわ。そう、ザメルが、単純にザメルが強い。これは。このザメルはとてつもなく強いですね。とりあえずクワトロさんとエマさんは逃げてもらわないと、こっち側に。多分粘ってたら落ちると思うんで、こっち側に逃げてもらいましょう。クレイバズーカとかがあるから。クレイバズーカ、あーでもトーラスに対してとかゼロだから、あれか、ブランさんぐらいしか当ててくる相手はいない。うわー、弱ーい。あれ、火力低く。あ、っていうか、作戦目標って、あ、ブライトさんが死んじゃいけないんだ。あ、まあまあ、やっぱそうやね。そうよねー。死んじゃいけないよね。さて、個人的にはスーパーガンダムをだいぶそう近づけていきたいんですけど、ちょっと加速的な意味では厳しいので、スーパーガンダムさんは、ああ93%、変わんねー。別にルーさんが乗ろうが、ホームラサメが乗ろうが、あんまし関係なかったですね。フォー村雨っていう言い方はあんまし好きじゃないって人がいそうだから、フォーさんがね、乗ろうと。関係なさそうです。ヒーロー突っ込ませたけど、これが良くなかったかもしれないですね。なんでマシンキャノンで落ちるの？それはヒーローさん強すぎない？強すぎないですか。そんなになんだけどな、そんな極端に強い感じはないんだけど、163でしょ、射撃。ああ、強いのか。ごめん、強かったです。すいませんでした。雑な発言申し訳ございませんでした。68センチカノンどうにかしてくれない？ああ、してくれたかな。スーパーガンダムのロングライフルを上手に使っていきたいんですけど、落ちないんですよね。これね、ザメルね。硬いよね。そうよね。いやー、きついなー、思ったより。あとは、ブライガーを突っ込ませて、実質使えるのがブライスピアなんで、とにかく近づかないといけない。で、キッド、ボーイ。まあ、この4人が使えるの強いですよね。とりあえず、ボーイの加速で。わー、ジェリドー。あ、ブライスピアが、これだけ。3000あるから、まあ、単純に強いな。あ、ごめん、ライラに、ライラミラライラだったじゃん。あ、君たち、まだ元気なの。カクリコンもいるし、ジェイドもいるし、マウアーもいつの間にかいるじゃん。あれ、マウアーって出てきたっけ？なんか、出てこなかった気がするけど。まあ、ライラさんは、早めに、ガルバルディかなんかで倒されてたから、やっぱ、期待与えてもらえないんですね。原作だとガルバルディで落ちてたんじゃなかったでしたっけ？違いましたっけ？ここまで飛んで撤退する！はい。という話とかいろいろやってますけど、ここら辺で終わって、次のターンに行きましょう！はい、次のターンになりました。特に落とされた機体はないです。
ただゼータが当たってしまったっていうのと、ブライガーがというよりね、マシマーさんのバウンドドッグのメガ粒子砲がちょっと強くてね、困ったなーっていう感じですけど、マウアーさんにも当てられたんですよね。ただ実際問題、バウンドドッグをこんな3体も用意できるティターンズがちょっと強すぎるだけであってっていう気持ちもちょっとあります。なんで3体も用意できたの、すごいなっていう。ただギャプタンが、そうギャプランに関しては、6体用意してるんですけど、特に攻撃はされなかったんですよね。何なんでしょうねこれね。あ、地上は特に、まあエマさんも攻撃食らってるんですけど、トーラス何もしてこなかったっけ、なんかしたような気がしたんだけどな。まあリオさんが強いんで、リオさんのね、ビームシザーズでとりあえず落として、レベルが高いからレベルが上がらない。はい、クワトロさんも攻撃させて、これスーパーガンダムのフォーさん突っ込ませたらあれなのかな、狙ってくれるのかな、しまって、狙ってくれるといいんだけど、狙ってくれない可能性あるよね。まあいいや、スーパーガンダムちょっと突っ込ませるようにしますか。ビームライフルの方が強いんですよね。不思議ですよね。なんかサーベルってめちゃめちゃ強いイメージがあるんですけど、ライフルに、あーマジ？あ、そういう、そんなに軽くない？ライフルの方撃ったよね。まあいいや、まあどうにかなるでしょう。このヘビーアームズってアーミーナイフ、アーミーナイフはないですね。はい、何回アーミー言ってるっていう話ですけど、ヘビーアームズだけだとアーミーナイフってあったような気がするんですけど、皆さんどうです？覚えてます？あったよね？多分だけど。あー、メガ粒子砲撃つのには邪魔ですね。あ、危ねえ。信頼撃ちたっていいわけじゃない。あれ、ギャプラン弱い？あ、そんなもん。もうちょっと集中使ってるのあれだよね。ノインさんだよね。あ、ノインさんのトーラスでそんなに当たらない？命中率が良くないですね。もうちょっとなんか当たるんかと思います。まあ、ただ、リンホースジュニアの攻撃は外れる可能性がありますので、素直に、普通打って、ハイパーメガ粒子砲、行きましょう。逃がすぞ！ちゃんと読み込みしてくれね。いいね。うわー、これ、下の町、もしかして守備力に関係ある？防御力に関係ある？関係あってくれるといいんだけど。あ、住宅街。保証はあるけど、根本的にそんなに強くない。いやー、ホワイトアークのマーベットさんがちょっと、まだレベルが、なんか全然上がってないので、ここら辺は上手に削って余ったやつをホワイトワークで落としたいですかね。うん。まあ理想と現実は違うわけです。あ、やっと集中覚えた。いいね、いいね、いいね、いいね。待ってました、集中。ビッとでよ。これ回復させた方が経験値もしかして取れる？ネクスト経験値400って書いてあったけど、
400って書いてあったから、5足りないって。わあ、しかもちゃんと400経験値もらえてる。やっぱレベルが低いんですね。オーバーハングキャノンは撃つ必要性は全くないと思いますが、撃っていきましょう。オッケーオッケー。ツインバスターライフルは気力が足りないですよね。そうですよね。あと2体ゼータとブライガーで倒せばいけるっちゃいけるような気がするんで、集中からの背面、あ、バンドドッグ落とせるじゃん。塗装ジェリドは神ユ貴様を倒さなければ俺には未来が ないということがよく分かった。まあ名前を間違えただけでそんなになるっていう話なんですけど、なぜなら俺はなぜ奴らに勝てない。まあ神ユに散々負けてますからね、まあ、文句の一つも言いたいっちゃ言いたいですよね。それはまあしょうがないかなという。ボーイさん、ど根性も使えるし、こいつ優秀すぎない？まあ、ブライソードしなくても多分ブライスピアで落ちるんで、そして命中率がめちゃくちゃ高いのは、いいところだよね。絶対ちょっとブライが優遇されてるよね。戦闘、続行は不可能、脱出する。マウアーさんも可愛いですね。神様だったけど、私が。走行が柔らかいから、そういう面では良くないのかな。まあでも、普通にブライスピアが強すぎるとは思います。まあ、あと4人乗りですしね。精神が4人使えるのもいいところですよね。じゃあ、ツインバスターライフル撃っていきましょう。ツインバスターライフ最大出力、ターゲットを破壊する。かっこいい。落とせるぐらいの火力があればな。まあマップ兵器としてはアホほど強いですけどね。はい、次のターンになりました。とりあえずブランさんとジェドーが打ち合って両方とも外れたのと、フォーさんがちょっと厳しい状態になっちゃったっていうのと、あとはブライト艦長はね、アムロと一緒に逃げました。で、上手に逃げてくれたみたいなんで、ずっとと狙ってたカプリコンが、まあお役ごめんみたいな感じになった感じですね。じゃあブライカノン撃って、せっかく頑張ってたカプリコンを落としておきましょう。普通にびっくりするほど強いですね。6000簡単に当てるのは強いと思います。やっぱブライガー改造したいよね。ブライガーかな、一番最初に改造するのは。ブライスピアが強ければ強いほど絶対楽ですしね。はーい、はい、やっぱディオさんは強いですけど、アイテムが欲しいので、これは敵を過度に倒してはいけないですね。
一度近づけてヘビーアームズもフルオープンを打てる状態にして、ジムクエルをとりあえず落としとき、あーなんかこのスパルモアルファガイデンのジムクエルはかっこいい気がしますね。ジージェネとかだとあんまかっこいい機体だとは思わなかったんですけど、まあそんな気がするだけだとは思いますけど。とりあえずマーベットさんとパでスーパーガンダムを回復していきましょう。まあキュベレーも回復できますねこれね。キュベレーマーク2ってちゃんと言わないとダメな気がするけど、アイテムが欲しいので次のターンいきます。デュオがあまりにも強すぎたせいでブランさんが死にそうでした。危なくアイテムを取れないまま終わりそうでした。以上です。はい、プロペラントタンクか、まあ別になくてもいいっていうところかな。あ、アシュマが。ということで今回はここら辺で終わりにしたいと思いまーす。ね、ちょっと見やすくなったのと、まあサクッと終わったのと、ブライガーが強いっていうのが分かったので良いかと思いますので、また次もよろしくお願いします。